皆さんこんにちは。パワーローテーショナルゴルフへようこそ。このビデオでは視聴者の方からいただいた質問に対してお答えしていきたいと思います。それでは質問の方を読んでいきたいと思います。いつも拝見させていただき、質問も採用して回答していただきありがとうございます。アイアン、UT 関係などはほぼシャロースイングをマスターして、正確性および飛距離も10ヤード以上伸びて満足するあたりなのですが、2ヶ月ほどドライバーを使用せずにアイアンのシャロースイングばかりを練習していたせいか、久しぶりにドライバーを練習した時から球は上がらない、マシーンに当たらない、チーピンは出るわ。アイアンのシャロースイングを覚える前はドライバーは好調だったのに、鏡でも見たり動画で確認してもドライバーのスロットに入る気もせず、ドライバーのシャロースイングの仕方と練習方法、ドライバーでシャロースイングをする時のミスの主な原因をご教授いただければ幸いです。ドライバーのいい状態を全く思い出せません。よろしくお願いします、ということです。はい、小野さんはドライバーだけ調子悪いとか、はい、そういう時ってあります？ないっすないないっすっていうか、まあショットが良ければ基本全部一緒、そうですね、うん、悪い時はやっぱアイアンも上から入ってたらドライバーも上から入るしっていう、うん、アイアンよりかはやはりロフトが立ってるクラブで、はい、まあ特にアッパーなんかで入れてるとミスが大きく出やすい、はい、ですかね、ドライバーの方が。まあそういったところもちょっとあるのかなっていうところで、アイアンでのショットっていうところで本当に自分の思った通りのスイングができてるかっていうところを動画なんかで撮ってもらって確認してもらって、球もね同じようなミスが出てる可能性があるんで、そこら辺をチェックして、あとやっぱしドライバーは唯一アッパーで、はい、打つクラブなんで、そういった意味ではチェックポイントはいくつかあると思うんですけども、まずですねボールポジション、ここが結構みんな間違ってるケースが多い、はい、何かっていうとやっぱしドライバーは、まあ、アッパーで打つんであれば基本この左脇ですね。でほんの少しこの状態、アイアンがこのポジションだったらほんの少しこうここからラテラルベンド横に少し倒れるような感じですね。そんなに大きくはなくていいんですけど、こういうような感じですね。で結構多いのはこういうところに入れてしまう、すごい左サイドに入れてしまう、そうするとアウトから入りやすかったりっていうミスだったりとか、逆に下から煽りすぎちゃって手が外に出てくる、ここから左サイドに入れすぎて手が外に出ていくような感じで、フェースも少しこう回転をしてチーピンが出たりっていうこともありえるんで、だからボールポジションのチェックっていうのは非常に重要ですよね。あとはシャローなポジションから打つっていうことをドライバーでも同じようなことをやってもらいたい。どういうことかっていうと、まあドライバーのインパクトポジションですね、ここからこういうようなイメージですね。このポジションでドライバーのインパクトポジションを作っていただいて、ボールポジションが前な分だけインサイドから入れないといけないんで、体はターゲットに対してはアイアンほどは開かないっていうことですね。肩に対しても基本的には少しアッパーで打つんであればあんまりこう開きすぎないように気をつけて、こんな感じですかね。で頭はビハインドに残ってる感じですね。ここからこれはシャローのポジションですね。ここからこう、ここからこうっていうのを何度もイメージしてもらって、ここからこういうようなポジションで、インパクトポジションからこのポジションに入ってくればうまく打てるって場所を何回かやってもらって、はい、ここのところで自分の思ったポジションに入ったかっていうことですね。自分の思ったポジションに入ってから当たってるかっていうようなところを何度か確認してもらって、っていうことでアイアンとチェック項目はさほど変わらない、はい、ドライバーの方がちょっとアンダーから入る形になるんで、そこぐらいの違いですよね。だから
もっとイメージとしてはアイアンのシャローなポジションがここだとしたら、ドライバーもちょっと下のポジションから入ってくるってことですね。そこら辺の違いだから、できる限りいつもに比べるとバックスイングでデプスを深くしていく、要はボールから離れていく方向ですね。それを深くしてそこから来るともうちょっと下のポジションでシャローになりやすいんで、あんまりこうならないことですね。手が上がってここからだと上から入ったりとか、全然自分の思いと違ってアッパーで打つつもりがダウンブローで打つっていうことになって、そうするとこれもチーピンとか出やすい。どうしてもうまくいかないというのであれば、逆に言えばティーをちょっと低めにセットしてアイアンと同じポジションで、同じようなこのポジションからこういうような形ですね。低い球になっちゃいますけど、ここからこういうような形で試してもらって、同じようにこういうような形で、全然フルスピードじゃなくていいんで、自分が入れたいポジションにしっかりとクラブが入ってるかっていうことを確認してもらって、少しダウンブロー目で打つ、もしくはレベルブロー、あんまりアッパーの強くないところで打つっていうことをやってもらえれば、さほどアイアンと変わりはないと思うので。あとドライバーの方がボールポジションが前なんで、若干こう回転量が少し多い、だからボールのインパクトまでしっかりと体を止めないようにしていくっていうところをチェックするぐらいですかね。ドライバーがもしも調子悪い時のドリルやってみましょう、はい、してる時にでバックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる、あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをグッとこっちに蹴ってあげると、あの腰が回り始めるんで、腰が大体まあ40ヤードぐらいキャリーが出ます。若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に上がってくるところを作ること。そこからクラブがリリースされていく、この状態からシャロー、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで